伊藤詩織さんのあの強姦事件もみ消し、本当に許せない犯罪ですね。ね。千葉県九十九里の押切さんからいただきました。 準強制成功疑惑で自民党を離党した田畑剛衆議院議員ですが、一度も国民に対して記者会見をしていません。なぜ逃げているのか不思議でなりません。そしてもう一つの強姦事件である伊藤しおりさんの事件ですが、結局はもみ消されました。本当に気の毒だと思います。安倍政権は自分たちの都合が悪い情報はマスコミに圧力を加えて変更報道していることが判明しています。本当に 今のマスコミには中立にやっている、えー、マスコミがあるのかと疑問に感じてしまうぐらいです、あのー、伊藤詩織さんのケースですけどもあれ、きっと政権交代が行われて新しい証拠が出せればそんなのはテクニカルにいくらでもあると思うんですよね。あのー、山口というの,の元記者 彼は政権さえ変わればあの改めて地方手続きを始める可能性は僕はあると思いますよ、だこれはまさに政治的な、すごいですよね、総理大臣の要所本を書いたら、合函しても起訴されない、あの気持ち悪い国ですよね、この怒りは僕も忘れてないし、一個人としても弁護士としても、だからあの伊藤さんよく頑張、志労さんよく頑張ってますけども、もこれはあの消えてはいないと思います。 それからそのなんか国会議員でありながらあの性犯罪をいくつかやっているような人、まあ国民に謝罪しないという彼らだって別に国民に選ばれて議員になったんじゃなくて、安倍体制にごまつってその候補,候補にしてもらってなってる、彼は自民党の中のですねもう400人もいる国会議員のうち100人や200人は安倍の下で国会議員、彼は外を見てません、安倍様しか見てませんよ。 と同時に恥ずかしすぎて人前に出てこれないでしょう。うそれは推測してあげてください。そして軽蔑してあげてください。以上です。<laughs> はい。政権交代で安倍を倒してまともな日本にしましょうね。ね。